こんにちは、ハキです。今回はですね、また名古屋メンズマラソンの事務局からメールが届きまして、いよいよ本格的に開催する動きが現れ始めたので、内容をちょっと報告していきたいなというふうに思います。まあちょっと前の動画になるんですけども、まあ、今年の名古屋メンズマラソン開催する予感がするというような内容の動画を配信させてもらってます。まあ、中身をちょっと言うと、まあ、今回開催するにあたり、新しくオンラインマラソンの部というカテゴリーを設けたので、まあ、今回オンラインマラソンでも OK ですよという方は、そちらの方に移行していただけませんかというような案内メールが届いたという内容の、ね、動画を配信させてもらってます。まあ、実際現地で参加するランナーを少しでも減らすという体質が練られてのことなんですけども、まあ、今回事務局から届いたメールの内容は、その集計が出たというところと、まあ、今後のね、あの流れについてちらっと書かれたものになります。で、実際ね、あの集計の人数も書かれていて、まあ、今回名古屋メンズマラソン2021現地で参加する人数が約5000人になりましたというふうに書かれています。で、この人数なんですけども、実際事務局側が当初予定していた人数を上回ってるのか下回ってるのかわからないんですけども、まあ、その後に書かれてる文章を見る限りでは、比較的前向きなね、ことが書かれてるなっていう印象があります。まあ、今後もね、ランナーの安全面を考慮した上で、まあ、全力でね、開催する準備をね、進めていくというようなことが書かれており、まあ、2月の末頃に実際参加するランナーに参加案内も配布しますというふうに書かれているので、まあ、この文章を見る限りはね、今のところで言うと、まあ、本気でね、開催する動きがね、あるんだなという感じがします。で、僕がね、気になっていたのが、ハーフマラソンの方なんですよね。で、実際僕がエントリーしているのは、名古屋シティハーフマラソンの方になります。同日開催で、約ね、1時間遅れなのかな、先にウィンメンズマラソンのフルがスタートして、その約1時間後ぐらいにハーフマラソンがこう追っかけるような感じになるんですけども、僕気になったのがね、こうやっぱ参加人数を今回フルの方を絞ってるので、まあどちらかがね、中心になるのかなって思った時に、やっぱハーフマラソンの方を中心にしてフルの方にね、まあ、人数を絞って開催することもあり得るのかなって思っていたので、僕自身がね、今回参加できないかなと思ったんですが、まあ、最後の方にね、あのシティハーフマラソンの方も書かれていて、まあ、両方ともね、今のところ開催するというようなね、運びになっているというふうに書かれていたのでね、もしね、あの、シティハーフマラソンの方も開催するんであれば、僕もね、まあ、しっかり頑張っていきたいなというふうに思います。なんで、僕の考えだと、現状ね、両方とも開催しそうだなという感じがするので、まあ、実際に名古屋メンズマラソンエントリーしている方はね、まあ、準備を進めてほしいなというふうに思います。まあ、せっかくね、あの、開催されるのであれば、こうなかなかない機会ですかね。今、フルマラソン自体、まあ、公認の大会もね、ほとんどない中でね、開催されるんであればね、しっかり皆さんも準備をしてね、まあ、気持ちの面もね、整えてね、ほしいなというふうに思いますんで、おそらくこのまま行くと開催するんじゃないかなというふうに思いますんで、皆さんね、参加する方はしっかり準備してほしいなと思います。